皆さんこんにちは、カイです。4月10日の22時56分現在ですね、チャンネル登録者数が513人となりました。皆様のおかげで500人突破ということで、できましたので、ご報告動画という形でやらせていただきたいと思います。本当にね、コメント欄とかにも500人達成おめでとうございますって形でいろいろなコメントをいただきね、本当嬉しく思います。ありがとうございます。まずですね、僕のチャンネルにたどり着くにはですね、伊豆急行とか伊豆急3000系、海交通系と調べない限りですね、出てこないと思うんですよね。こんなね、まだまだ底辺な人ですので、有名人でも全然ないですので、やっぱ検索してもらって見てもらわないと僕の動画は出てこないってことで、皆さんですね、こう検索して、僕の動画を視聴していただき、そしてですね、チャンネル登録をしてくれるということで、本当にね、皆さんありがとうございました。本当にね、この貴重な時間を割いてですね、私の動画を見てくれてね、本当に嬉しく思います。本当はね、500人達成したってことでライブ配信とかしても面白いかなと思ったんですけども、500人だと視聴者数がちょっとまだ少ないんじゃないかとか、もしかしたら10分待っても誰も見に来てくれないんじゃないかとか、そういうことが考えられましたので、今回はこんな感じの動画という形でさせていただきたいと思います。まずですね、1000人を超えるとですね、このスマホとかでライブ配信のね、まあ、ちょっとした制限があるんですが、その制限が解除されるんですね。もちろんですね、今でもスマホでライブ配信しようと思えばできるんですが、ちょっとね、少しだけちょっと制限がありまして、1000人を突破しますとですね、それが解除されるということで、まあ、1000人を突破しましたらライブ配信でもしようかなと思います。一応パソコンとかでもね、ライブ配信は制限なくできるんですが、スマホの場合は少し制限がありますので、とりあえずですね、1000人を突破したらですね、どっかの場所でライブ配信をしたいなと思います。まあ、1000人突破しなくてもパソコンでは制限なくできますので、まあ、どっかのタイミングでパソコンでライブ配信しても面白いなと思いますので、ぜひね、皆さんもしやってたら見てください。ということで今後に関してなんですが、まずですね、ストックの動画が8本、9本ぐらいあります。下手したら10本ぐらいあるんですけども、まだですね、編集をできてないと、まあ、時間がちょっと作れてないという状況です。本当はね、もうちょっと頻繁に動画を上げていこうと思ったんですが、ちょっとですね、編集が追いついていないという状況です。まずですね、伊豆急に全く関係していない動画がですね、3本ほどありまして、まあ、今それ言っちゃうとネタバレになっちゃうんであれなんですが、とりあえずですね、伊豆急以外の動画も少々出そうと思っております。で、伊豆急に関してなんですが、まずですね、全駅下車という動画のね、まあ、企画をやって、伊豆大川池まで投稿していったんですが、伊豆急3000系に関する動画を出していったらですね、こちらの編集、まあ、駅のその全駅下車の動画のね、編集が全くね、していなかったということで、こちらも再開していきたいなと思います。伊豆高原から、あと伊東間なんですが、こちらに関しては全て動画で撮ってきておりますので、あと編集するだけということで、すぐにですね、編集すれば皆様の元にね、お届けすることができると思いますので、今しばらくお待ちください。まあ、どちらかというと、僕のチャンネルを見てくれている方はですね、大体3000系が気になって多分見てくれていると思いますので、その需要に合った発信系や3000系に関してもですね、動画を上げていきたいなと思います。あとですね、3月3日に伊東駅に山鳥という臨時の電車が来たんですが、こちらのね、動画をね、上げてほしいということで、一応ね、撮影というか、まあ、外から撮ってきたので、こちらもね、編集はできています。あとアップロードするだけで、アップロードし忘れていたので、明日か明後日にはね、アップロードしたいと思います。コメントしてくださった方、申し訳ないです。明日か明後日にあげますので、少しお待ちください。またですね、ご報告という感じなんですが、4月29日の撮影会、試乗会、当選してしまいましたので、今度ね、行って、差し支えがなければですね、撮影して、また動画にして投稿したいなと思っております。また4月30日ね、運行開始ということで、こちらの方も動画を撮影して投稿したいなと思っております。この試乗会撮影会に関してなんですが、350人超えの中から120人選ばれるらしく、その中の1人に選ばれました。まさかね、選ばれると思いませんでしたね。まあ、7000円かかるってことでね、応募しようかすごい迷ったんですけども、まあ、一応ダメ元で応募してみたんですが、まさかのね、当たってしまいました。なのでね、もしね、OK でしたらですね、撮影して皆様の元にお届けしたいなと思います。その試乗会に関してなんですが、ナンバー1からナンバー120まであるらしく、その番号によって号車が決められているらしいんですね。号車っていうのは、そのナンバーで割り振られているらしく、好きな号車に乗ることができないってことで、その選ばれた号車に乗って、まあ、もしモーター車だったら、まあ、走行音とかモーターを取ると。で、もしクハの1号車か4号車だった場合はですね、
まあ、全面展望を取ることができますので、そちらをお届けしたいなと思います。今回のその試乗会に関しては多分4両で運行されると思いますので、まあ、意外にね8両じゃなくて4両でコンパクトに、やられる、まあ、開催されるんじゃないかと思います。ということで今回はですね500人達成したということで、まあ、これといってねそんなに薄っぺらい動画でしたが、こんな感じで終わらせていただきたいと思います。次のチャンネル登録者数1000人を目標に頑張っていきたいと思いますので、ぜひねご興味を持ってくださった方とかですね、気になった方、伊豆急に少しねちょっと興味があるなって方とか、まあでもいつまで伊豆急の動画を上げられるかって話なんですが、まあいろんなね鉄道に関する動画を出していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価はですね皆さんがねいいなと思ったら押していただければと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。